こんにちは。こんにちは。ゆのすけとあっちゃんのママです。お父さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速コメント読ませていただきます。はい、お願いします。ゆりこさん、はい、こんにちは。りゅうちゃん大丈夫？うちの子もこの前下痢でゼリー状の血が混ざっていて、そんで血が混ざってたんだね。それはちょっと怖いもんね。大腸炎って言われました。病院に行って薬をもらい3日間で治りました。シートでしてくれたから気がつけたが、なるほど、外だったら確か分からないかもしれないね。そうですね、確かに。ディープインパクトさん、はい、あっちゃん鋭い感しているね。リュウ兄ちゃんの様子がおかしいって、やっぱりいつも一緒にいるからだよ。そうですね、やっぱりね、分かるよね、それね。そうね、病院嫌いなんだよね。そうだね、続いてふみこさん、はい、あっちゃんりゅうちゃんのこと心配してたんでね。りゅうちゃん薬飲んで早く治してね。お大事に。 ありがとうございます。そうね、もう皆さんもやっぱりあの昨日の動画を見ていただいた方はすごく龍之介のね、心配してくれてね、はい、だいぶね、でもあの元気になりました。そうですね、昨日はちょっとあの一番最後の締めぐらいの時かな、このアフレコの最後のところでちょっと吐いちゃって途中片付けてみたいなのもあったんだけど、そうです ね、あれからはもう吐いたりしないし、はい、散歩も今日の朝も昨日の夜も、元気に、元気になって、ね、だいぶ元気になって、お腹はまだ完璧ではないけど、そうですね、多分 2,3 日で良くなるってお医者さんも言ってたんでね、と思います。はい、続いてやいこさん、はい、先日テレビでハチ公物語という映画を見ました。だんだんと泣けて最後は大泣きです。マレーシアでは やってないよね、多分ハチ公物語。やってないですね。ね、結構世界的にね、ハチ公物語は結構ヒットして、なんかアメリカでね、はい、あのリバイバルみたいな形で作り直した映画がね。あ、なんか聞いたことある。そう。でも見たことないですね。リチャード・ギアが主演した映画で、あ、へえ、なんか8約束の犬って日本タイトルだとこういう風についてるんだけどね。あ、はいはいはい。ママはちょっとマレーシア人だからこのハチ公物語知らないから、簡単にちょっと説明するとね、はい、あの東京帝国大学って昔の呼び名で今の東大だよね。そこの教授の先生が、あのハチってこの秋田犬の犬を飼ってたんだよね。あ、はい、だけどその先生が急に亡くなってしまって、はい、でもそれでもハチはずっと渋谷にね迎えに行くんですよ。ずっと迎えに行く。そうで、その話がね、あの新聞でね、紹介されて、でみんなから感動してお金集まって銅像が建ったんだよ。そうだから、それでみんな渋谷のハチ公前さ、大勢写真撮ったり、みんな行ったりっていうか、この間撮ったじゃん、ママも。あ、そうですね。そう、あれがそのハチ公なんだよね。でハチ公のこの話がさ、あのヘレン・ケラーさん、あの動画、あのメインチャンネルの時も作ったけどね、あのヘレン・ケラーさんが日本に来た時にね、はい、このハチ公物語を知ってたから、で秋田犬をね、あの、ぜひっていう話があってね、その時に神風って名前のね、はい、秋田犬が送られて、その秋田犬が初めてアメリカに渡ったんだよね。それが日本犬として初めて渡った犬なんだよね。少し前の話なんだけど、はい、実際にその忠犬ハチ公、これギリシア版で、はい、ギリシア版の忠犬ハチ公って言われてる犬がいてね、1年半の間、今はちょっと分かんない、少し前のね、あの記事なんでね、はい、交通事故で亡くなったご主人を現場でずっと待っているっていう犬でさ、そう、さっき話したあの忠犬ハチ公、秋田犬はさ、9年間も毎日その渋谷駅で待ってたんだよね。でこの子もこの取材の当時で1年半の間、ずっとここでね、あの亡くなったね主人が帰ってくるのを待ち続けてたんだよね。交通事故で亡くなられたんだけども、はい、そこの場所はね、あの事故のあった場所は自宅から12キロも離れた場所だったのね。だけどこの子はなぜかそこの場所を見つけ出して、はい、その事故で亡くなった現場から
一歩も離れようとしないんだよね。へえ。だから地元の、ね、人たちもやっぱり心配してね、うん、新しい飼い主さんを探そうとかいろいろしたんだって、はい、だけど絶対にそこから動かなかったんだよ。あ、そんな犬を見てさ、やっぱり近所の人もね、あの少しでもってことでこの小屋とさ、はい、なんか祠みたいなのをご主人のね、はい、こう慰める意味でのね、はいはいはい、を作ってくれたんだってよ。へえ。なんかそういう優しい話ってやっぱりいいよね。うん、いい、感動しますね。昨日少し殺処分とか、はいはい、うん、保護のそんな話ちょっとしようかなって言ってたんで少し お話しようかなと思うんですけど、はい、その前にちょっと話が全然途切れてなかったんで見れてなかった人もいるかもしれないんでね、あ、はいはい、ね、うん、龍之介がこう元気でお散歩してる場面をね、はい、ちょっと見てもらって、うんうん、まあ、いつもみたいにだいぶ元気になって、そうですね、ね、うん、そこを見ても下からの龍之介もいい感じ、うん、確かにそうそう、元気にね、結構お尻プリプリして歩いてるからね、うん、うん、まあ、だいぶ体力も戻ったのかなっていう感じは、そう ね、このはしゃいでる感じ、この映像からも伝わると思うんでね、うん、うん、少し安心してもらえればと思います、はい、で、さっきお話をって言ってた保護団体の話なんだけどね、あ、はい、昔はね、動物愛護の関係者ばかりが保護犬をもらっていくような形が多かったんだって。あ、はいはいはい、うん、でやっぱり昔はもっともっと捨て犬も多かったし、保護されたり殺処分の犬も全然今と比べたらもう全然桁が違うぐらい多かったのね。そう、今は本当に減ったんだけど、うん、最近ではね、そういう保護をしている方々がびっくりするのがね、はい、その保護犬をもらいにね、ファミリー層で来る方もいるらしいんだよね。そう、なんか子供を連れてお休みの日にこう犬を見に来るみたいな感じで、あ、はいはいはい、明るくこうなんか楽しい感じで来る人が増えたんだって。そう、前は本当プロのそういう関係者ばかりだったっていう話があってね、はいはい、うん、だけどちょっとね、保護犬を飼う方の質が下がったっていうような不満を言う人たちもそれでもやっぱりいるみたいなんだよね。うん、もちろんさ、前より保護犬を守って飼いたいよっていう人が増えて、うん、殺処分が減ってるんだから、はい、当然大勢の人が引き取っていくんでね、うんうん、やっぱり質が悪い人ももちろんいるんだろうとは思うんだけどね、はいはい、うん、でもこのお話を聞いた団体は審査が厳しいんでその辺はすごく振り分けていますみたいなこと言っていてさ、うんうん、でうちもこの龍之介の時正直審査がさ結構あってちょっとびっくりしたじゃない。そうですね、ね、うん、そんなに厳しくしたらもらってくれる人がもらえなくなっちゃうんじゃないかななんてちょっと心配もしたりするじゃない。そうですね、だけどでもあれか、よくよく考えてみると減ってるんだから殺処分の子が、うん、そうね、もらってってくれる人増えてるんだから、うん、厳しくしててももちろんそれでも保護犬を飼う人は増えてるんだよね。あ、そうです ね、だからそういうモラルも伸びてってると思えば、まあ、そういうことも仕方ないのかなとは思うよね、はい、だけどそのこのチャンネルを見てる人たちの中にもさ、はい、保護犬飼いたいなって龍之介見て思った人がいたっていう話を聞いたじゃない。あ、はい、そうです ね、龍之介を姿を見て、うん、保護犬をもらいに来たんですよっていう人がいてくれたっていう話、ね、うん、そうですね、あったよね。あった、うん、でやっぱりその保護犬飼いたいなって将来的にと思ってる人もいると思うんで、はい、ちょっと簡単にねその里親になる条件少しだけ話そうと思うんだけど、はい、動物を飼える収入、ここもちょっと聞かれちゃうんだよね。あ、そうです ね、あとペットが住める環境のアパートなのかマンションなのかとか、うん、そこはまあもちろん ね、まあ、そうですね、契約の問題もあって当然だとは思うんだけどね、はい、一人暮らしの場合はただ保証人をつけろとかそういう話もあったじゃない。ある、ね、ちょっとそこも難しいなとか思ったり、うん、ずっと生涯室内外でっていうね、うん、今はほとんどの子たちが外で飼わないとは思うんだけど、うん、海外とかで言ったらねやっぱりまだ外の子もいるから何とも言えない部分はあるんだけどね、そういうことがあったり、はい、あとまあ避妊と矯正手術の部分、はい、ここの部分は龍之介もあっちゃんも最初からもうしてあってね、うん、でなんかその費用負担みたいな形で、うん、寄付みたいな形でお金払うのかな、はいはいはい、なんかね、お支払いはしたよね、はい、で将来こう夫婦で来られた方は
出産する可能性がある人はダメだなんて言われるっていう団体もあるんだよね。あるあるね、うん、確かに子供が生まれちゃいけないっていうのもちょっと難しいなと思ったり、ね、うん、あと年齢の制限、うん、60歳とかぐらいって言われたりもあったりするでしょ、うん、はいはい、もちろん個人差あると思うんだよね、60過ぎても現場でさ屋根に乗って働くような大工さんとかもいたりさ、そうです ね全然僕より大先輩でもさ僕より全然体力ある人たちもいて、うんうん、そこって個人差もあるよなとかって正直思う部分はあるんだけどね、はい、うん、引っ越しをしてはいけないなんていう話も団体によっては ね出てきたりとかあるでしょ、引っ越しするかしないかに関しては、そうです ね将来約束は難しいと思うし、もちろん引っ越しのためにいらないっていうね無責任な人もいるからっていうのはあるんだけどね、うん、そうですね、そう、それは僕らがもらった団体がっていうよりいろんな団体があるんでね、細かいところは興味ある方はそのね、そちらの団体で聞いていただければと思うんだけれども、 それでね、ちょっと今問題にもなっている団体があるっていうニュースがね流れたんだよね。はいはいはい、週刊女性プライムって結構大手のサイトでさ、はい、うん、紹介されているものなんだけど、あ、はい、保護犬は売れなかったら捨てろ、悪質な自称動物保護団体の信じられない発言と実態って、こういうタイトルなのね。あ、はいはいはい、なんかショッキングなタイトルのキーワードがさ激しいんだけどね、はい、少し変だなと思うのが、うん、保護犬は売れなかったら捨てろって、これたとえ自称保護団体の人でも、うん、売れなかったらって言うかな。うん、そうだね、業界の常識の中でさ、うん、保護犬を売っているっていう人たちって聞いた時ないんだよね。ないですね。あるのかな、その売れなかったら捨てろなんて本当かなってちょっと疑ってしまうんだけど、うん、いい人か悪い人かちょっとね会った時ない人の話なんであれだけど、うん、ちょっとタイトルで踊らされちゃうのも怖いなと思ったら、うん、そうだね、ね、なんか売れなかったらって言うかな、うん、ちょっと考えられないよね、うん、もらわれなかったら捨てろっていうようなひどい人はいるかもしれないけど、うん、そもそも多分一つの団体もないと思うんだよね、保護犬を売っているっていうことがね、うん、そうだね、ね、なんかペットショップみたいに売っているところではないからね。うん、そうだね。だから悪い人でも言わないと思うんだよな、そのセリフっていうのが正直な意見でね、うんうん、はい、肝心の記事の内容なんだけどね、はい、自称動物保護団体によるトラブルが相次ぐ中でもとある自称保護団体の代表男性に批判が集まっている。愛護センターから引き取った保護犬や猫の様子がSNS で公開し寄付金を募ったり預かり先を斡旋しているというが、元ボランティアらがその実態を訴える、こういう感じなんだよね。うん、そこでちょっと心配なのが SNS で公開して寄付金を集めに利用しているっていうように言われてるんだけど、はい、SNS を寄付金集めに利用すること自体は悪いことではないじゃない。問題は ね、そう、この男性がどんなことをしているのかだと思うんだけど、はい、気をつけないとそれによってさ寄付金があまり集まらないとかってなっちゃうと他の団体の人たちが本当に迷惑なのかなと思ったりするんだよね。うん、そうですね。ちょっとマスコミのね煽ってこう悪いイメージをっていうようなところが見えちゃうんでね、ちょっと言いたいなと思ってるんだけどね、はい、もしも本当に支援金詐欺をしてるんだったら本当に許せないことだと思うんだけど、はい、記事の中でね団体は NPO 法人ではないのに特定非営利団体と名乗るので多くの人がこれに騙されます、そして真面目に活動をしているように見せかけて関心を持った人に個別でメッセージを送って支援金を募っているようです。ここだけで聞いちゃうとさ NPO じゃないのに NPO っていうのはいけないことだと思うけど、僕が例えばね1万円寄付したいですと思った時に、はい、個別でさメール出して、うん、どうやったら寄付できますかって相談すると思うんだよね、うん、それの時に個別でメッセージ返してくるのっておかしなことじゃないから、うん、ちゃんとやってる人たちにもこの言い方だと迷惑かなって正直思ったんだよね。そうですね、NPO 法人とかさ非営利っていう部分が、はい、クローズアップされてちょっと勘違いされちゃうところがあると思うんだけど、はい、NPO とかが非営利って言っても儲けちゃいけないっていうそういう法律は一切ないんだよね、うんうん、事業から得た利益を要は普通の株式会社みたいに株主に配当を渡すとか、うん、
多く儲かったから社員に対して給料多めに支払うとか、うん、ボーナス的に渡すみたいなやり方が許されないっていうのが非営利法人なんだけどさ、はいはい、だから結局儲かった分は団体にこう溜め込んでいって活動に使いましょうみたいなね、はい、あの僕が障害福祉の仕事してるからさ、はい、結構 NPO の法人の方なんかもたくさんいるんでね、あ、はいはい、そうですね、その辺も皆さんやっぱり勘違いされて NPO なのに非営利なのに儲け上がってみたいな話が出ちゃうんだけどね、あ、うん、そこはちょっと違うんだよね。だから寄付金とかそういうのでね、いただいたりっていうことは実際そういう活動してる団体がいけないことではないっていうのがこう間違って広がらないといいなと思って、うん、動物保護の団体さんはやっぱり寄付金っていうのが結構大きなウエイトを占めると思うからね、その辺がちょっと心配だなと思ったんだよね、うん、そうですね、悪質な保護団体が問題だって言ってるんだと思うんだけどね、はい、うん、なんか被害者の多くは女性で志を持って活動に参加したのに騙され警察にも相談できずに泣き寝入りしてきた人ばかりですっていうこういう部分がピックアップされちゃうとさあ、はいはい、なんか寄付金を集めた詐欺っていうのはみんな意識しちゃうと思うんだよね、うん、一般の頑張ってる保護団体に対してもね、はい、でも本題の問題になってるのはボランティアの人たちに押し付けるって問題があるみたいなんだよね、あの愛護センター保健所なのかなから引き出した犬や猫を預かりさんのボランティアに無理やり押し付けているっていう部分があるみたいでさ、はいはい、うん、なんかちゃんと保護活動している人だと信じて応援していましたっていうそういうボランティアさんもいてね、はい、あのすぐに里親を見つけるのでセンターから引き出した犬を一時預かる活動をしませんかという誘いで、うん、あのその人はお手伝いができればって参加したみたいなんだけどね、はい、だけど結果としてはこう自分が思ってたより大きな犬を預けられたりとかね、うん、うーん、ただね殺処分にあっちゃう犬が子犬だけじゃないんだね、小さな犬だけじゃないんで、うん、そういうこともあるのかなっていう部分も僕らも保護で見た犬たちもやっぱ中型犬ちょっと大きめの犬っていうのがやっぱり多いしね、そうです ね、 ね、ちょっとでも今日話がすごく長くなりすぎたんで明日また少し話の続きができればなと思います、はい、今日はこのくらいにさせていただきます、はい、はい、では皆さんありがとうございます、さようなら、さようなら、またね、またね。